モカとココが2歳になりました。誕生日おめでとう。今回は桜文鳥のココが主役です。1歳の頃と比べるとある部分が大きく変わったので紹介していきたいと思います。まずは1年前のココの様子をどうぞ。少しずつ懐き度が上がってきたココ。手の中でね、ゆっくりする瞬間もちょっと増えてきて、そろそろ撫でてもいいかなって撫でてみると、それは嫌がる、そんな感じでした。今年の3月のココです。なんか急に距離が縮まった感じで、もともとココは嫁のことがすごい大好きで、小さい頃からずっとなでなでできてて、嫁ばっかりに懐いてたんですよね。なんとそれが今では僕の方にね、来てくれる回数の方が増えたんですよね。たった1年でね、立場が逆転したっていうふうに思ってます。ちなみにこれ嫁に撫でられてるココです。なんか俺の時と全然違うんだけどな。なんでだろう。やっぱなんだかんだで嫁のことが一番好きなんだろうなって思いますよね。このリラックスしてる感じ見ちゃうと。まあでもね、すごく懐いてくれてるのは事実なんで、よしとします。僕のね、左腕がなんか好きみたいで、そこを奪い合うような、そんな風景がよく見られるようになりました。何回も威嚇されてモカがちょっとかわいそうですね。ちょっとモカのことも心配したんですけど、心配いらなかったみたいです。今回は2歳になった桜文鳥のココがより懐いたよっていう動画をお届けしました。もう今ではね、もう本当に毎日撫でさせてくれるぐらいになりました。今はそのモカの発情っていうのがあって、モカはね、もともと撫でさせてくれたんですけど、あんまりねスキンシップしない方がいいっていう風に家族でなったので、このタイミングでね、ココが撫でさせてくれるようになったっていうのはね、なんかとても大きな意味を持ってるような、そんな気がしてます。愛情を注いでいい関係が築けてると、より懐いていってくれるんだなっていうのを感じた1年でした。今まだ2歳になったばっかりで、こんな風にね懐いてくれてるっていうのを考えると、まだまだね元気で長生きしてくれると思うので、今後が楽しみだなって思いました。今日の動画が面白かったよっていう人は評価ボタンをポチッとお願いします。今後も役に立ったり癒されたりする動画をバンバン出していくので、これからの動画を見逃したくないって人はチャンネル登録を忘れずにお願いします。今日もありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。